パーシーフェイスパーシーフェイスは、カナダトロント生まれで、アメリカ合衆国出身の作曲家、編曲家、指揮者、音楽プロデューサー。EG リスニングやムード音楽分野において、著名な人物である。1908年、8人兄弟の長男として生まれる。幼少期より、音楽に親しみ、バイオリンやピアノを演奏し、クラシック音楽のピアニストを目指していたが、 18歳の時、マッチから妹の洋服に燃え移った火を手で消化したことにより、両手に大やけどを負い、ピアニストになることを断念した。その後作曲家へ転向し、編曲手法も学び頭角を表す。当初はトロントでホテルオーケストラなどを指揮し、1933年に専属の編曲見識者としてカナダ放送協会と契約、担当番組、 ミュージック・バイ・フェイスは、公表で7年間続いた。1940年に、アメリカへ招聘されて、カーネーション・コンテンティット・アワー指揮者の休止による、代役を3週間務め、公表により契約を延長して、アメリカに泊まり、約2年後に、アメリカの市民権を得る。1944年から、録音作品の制作を開始し、後年、デッカの A&R として活動するが、 1950年にミッチ・ミラーに壊れてアメリカのコロンビアレコードへ移籍して東部担当ミュージカルディレクターとして活動する。自身も1975年までムードミュージックオーケストラの指揮者として活動し、デリカード、ムーラン・ルージュの歌、夏の日の恋の3曲が全米ヒットチャートで1位になる。夏の日の恋はマントバーニラのムードミュージックと流行中の ロックンロールを融合させたスタイルで演奏され、1960年に全米ヒットチャートで9週連続1位になり、同年のグラミー賞を受賞している。また、ミュージカルディレクターとして、トニー・ベネット、ドリス・デー、ローズマリー・クルーニー、ジョニー・マティス等の編曲や、バック・オーケストラ指揮を務めている。日本との縁は、1960年に単身で初めて訪問した絵で、 国内のオーケストラを弾き演奏したことに始まる。自身が率いるオーケストラによる来日公演は1966年、1971年、1973年、1974年、1975年の5回で、1966年公演は NHK が総合テレビと FM ラジオで放送。1974年公演については、 ライブ音源を収録した LP レコードが CBS ソニーから発売された。ちなみに当時アメリカのブラスロックバンドシカゴのジェームス・パンコーの曲を編曲したモンゴヌクレオシスは1977年4月から1年半にわたってフジテレビのニュース番組のテーマソングに使われていた。1928年にメアリーと結婚、マリリンとピーター2人の子を設けた。 1976年2月9日、カリフォルニア州演示の出願により死去、67歳ボーツ、同州カルバーシティヒルサイド記念公園墓地に埋葬されている。日本では現在ソニーミュージックエンタテインメントとビクターエンタテインメントからパーシーフェイス名義の CD が発売されているが、ビクター発売分はパーシー死後に別指揮者で新記録音された内容で、 アーティスト名英文表記、パーシー・フェイス・オーケストラの前に座が付加されている。ありがとうございます。